生プラスマイナス。ハイタリ先生マジ似合いすぎじゃない？ホクも似合ってんだよな。でもいそうじゃない？どっちも。ハイタリ先生の方がいそうだけど、運転手としては。ホクは駅にいそう。そう、普通だからね。盛り上がっていきましょう。出発進行。うおー、すごいすごい。東京メトロすげえな。さあ、ケン対 JP の試合ですね。はい、壁のケン対、ユージロの JP。 JP ですね、結局地上の。いや、そうなんだ。この2中 P がマジで、ダイヤシと1文字で借りどんだけ当たるかだよな。ケンは地上戦で1試合で。そうですね、リードしたのは壁選手。さあ、もう少しで、ね、この2中 B がマジ差し返し能力が。おー、さあ、これでもう、うわー、読んだー。しっかり伸ばして、素晴らしい。最大決めていった。いや、今のはい、5000ダマージ下段と、その軍人中段。まあでも、やっぱどの戦いにもそういうセットああいう風に命をかける瞬間があるからな。このゲームマジで3本ゲージ使って攻めてくるやつの技全部ガードしたら2本ぐらい削られるからな。攻めてる方が健全なんだよな。うわあ、あ、おいしい。はい、ハメくるよ。うわあ、さすがにリーガー。お、対策。そんなことあんの？中継の前進で避けた。へえ。ね、一発目避けてた。一旦遠距離戦。うわー、そうなんだよ。俺も歩きね、振り向き勝利。俺もダルシム使ってるからわかる。アーチに対して。歩いたのがうまかったですね。あれ、その場だとね、めくりで。なんかああいう相手を動かさない技を置いてる瞬間にラッシュされるときついんだよな。マッポイント。うわ。中足を当てに行かなきゃいけないんだけど、下がる。うわー、うわー、もうダメだ。アムネジアが。ダイヤシ帰ってくるから、JP 的に。アムネジアが良くないことしか起きない。これはうまいわ。空振っちゃダメですね。うわー。終わった？行きました。これ伸ばして。さあ、限定。さあ、どうだこれは？伸ばして行きました。行きますか？行きます。からの。最大うーん、ま。タケ。S3。これギリギリですね。どうですか？足りなさそう。どうでしょう？どうでしょう？残った。うん。さあ、どうだ？ここから3ゲージ。あるぞ、ユージロー。しっかり、パリ取って。もう小キック、ほら、多少キック、ほら、多少キックしよう。あー、出た、うまい。いったー、ここで。すーいよ。さあ、こちらで。出発進化ー。あと、なんだろうな、あと、サコイブキも見てほしい。来ました。さあ、始まってます。俺が格ゲー始めたきっかけ、開幕ラッシュ。サコさんのイブキ見てからだからね。これきついですよ、これきつい。逃げた、うまい。うわー、確定いてー。相当早めに出します。なるほど、なるほど。さあ、からの火力重視。うわぁ、シンプルなコパね。地下でね、ちょっとね、戻ってくるみたいな。おいしい。さあ、これシャーミチマチを入れ替え。うわぁ、これですよ。あるとないとでね。いやぁ、そうですね。あるとないとで違いすぎるんだよな、マジで。オーディー昇竜。対応しないといけない感じですね。このね、飛びを対象。うわぁ、ここで投げていく。順位で暴れ潰しに有効ですね。うまい。さあ、中足ラッシュからこれワンチャン出ましたね。なるほど。インパクトのタグもある。うわー、相打ちコンボ見えそうであった。うおー、これが学生部門ですよ。これが、ね、一般部門は絶対通ってますから、ね、通ってます、はい、これ学生部門のジャストパリです。そうですね、はい、ね、第一世代がね、俺がだって中学校の頃から見てる人がまだ前線張ってるからな。やばいよな、格ゲーって。ってなったらさ、プロとしてやるなら格ゲーってめちゃめちゃいいかもしれないよね。選手生命長いし、ただずっと修行し続けないといけない。でも格ゲーって飽きることないのがね、すごいんすわ。どうする？行くしかないね、これ。でも大パン。おっと、あ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 、今の竜巻は結構珍しいミスです、ね、あれはね。うわー、惜しい。ですよね。そこでしっかり血足を差し込んできましたね、丸美。素晴らしいプレー。うーわ、怖い今の。かくってる。投げで確定取るのいいですね。あと歩きちゃんとガードしてるのがいいですね。歩きガードして有利取ってますね。やばい、壁剣が、壁剣がだいぶなんかノーマル飛びで有利どっしりし始めてる。本命なんで。どうする？うお、ジャッケから。ダイパンツしかない。ダイパンツしかない。もういけ。ああ、惜しい。ラスミスだ。ジャミジャッから。ジャミジャッパーもう。あ、そうですね。壁当たりますよね。ダイパンツ狙いですよね。もうそれしかない。ダイパンツ中盤。いや。ああ、でもドラムゲージがだいぶ減ってきましたよ。ただ時間によってもう投げ。うわ、いった。これは？あ、でも有利なんじゃないですか。あの逆転するんですか。これでどうだ？CA なんで。待つ、待ってる方になれるこれ。逆転？
待てる方になれる。うわ微妙。もう一回読み勝ちが必要。ラッシュから。うわー絶対バラスでしょ。 OD 絶対バラス。 OD スパイク。うわでも通った。でも運がいいですね。いやでもね大会ってこういうもんそういうことなんですよ。いや大会は本当にこれ多くて、ペースで今試合が進むよ。相模ジャックパッチまで。うわーここは暴れ損失から。いこれ行くか行かんだろう。行かない判断。一読み画面外れちゃうんだね。一応さあここは有利フレーム取っていく。バウンドしてるね。ストライクが有利になります。さあここはおーっとやばい。ガンから攻めていって投げ抜ける。さあこれ有利フレーム再生どうする。さあいや打てねえよな怖くて。インパクト難しいか。どうする。打ちたいか。打ちたいか。怖くて。ああミスった。ここはミスが裏目に出ましたね。 MK が逆のパターン。ストライク投げフラップです。うわー置いてやがる。使うよね。バウンドを回避するためにここは使ってきた。はい。これ微妙でしたね。さあこれお互い。うわこれきついね。ほぼ積みだいぶ。ただ多分相当リードです。あっダッシュできない。そうですね。うわいや歩き投げ。これ強気に歩き投げ強い。さあということで東京メトロカッププロです。学生部門優勝は壁選手です。おめでとうございます。一応学生部門ですこれ。すげえプロが学生部門。鏡大パンチ入ってるやっぱり。まあ学生まあだからでも逆にプロだから出るもの出る、出れるもの出るのプロっぽいけどね。すごいやっぱ言えるもんなこれでメトロカップ優勝って。さあ対戦準備が行きましたか。でそれでは東京メトロカップオフライン決勝大会一般部門開幕です。皆様盛り上がっていきましょう。出発進化声高けんだよな。いやおブランカだ。来た。あブランカだ。初めて見る大会でネモブランカ。まあ、岬なんでね、そうそうキャラを変えとして変えるっていう。高木も見てます。なるほど。レベル2がたまりやすいからですかね。そうですね。レベル2までいけたらいいですけど、そのまでに走ってしまった。あここでこれは逆だぞ。おっとこれはピンチか。有利がこれ一気に樋口が有利、ね、樋口の方から。あっ SA2 がここで使えるんで発動したい。発動してカンニング間に合わない。うわーしかも暗転を利用して相手の動きを見る。しかもバーンアウトがちょうど間に合いましたね。ねカンニングと言われるやつなんですけど無理でしたね。ブランカも結局でも端まで行かないとね。しっかりつないでさあ体力でしたのはこれですね。これ確定反撃ノーマルだとねめり込むと、ね、おーリーサル。リーサルだ。さあ SS しっかり決めてこれはリーサルか。高っ。いやコパンからちゃんとしっかりリーサル持ってきました。うまい、ね、みんなこれ注意してね。2先ですこれ。これ2先です、ここから。ちなみに、さすがに削られる。ああ、食らっちゃった。不正で今避けようとしましたが、ミスりましたね。うわ、冷てー。さあ、しかしこれはどうする。インパクト食らってしまうと、KO の体力。さあ、2バズーカで、猶予を取りながら。SM1、SM1。うわー今のは上手いっすね。エラー。SH からの安全飛びを選択。ダイパンからこの安全飛びマジ最近ガイル使いみんなやってくるよな。届かない。さあユリフレームで固めていく。あーだけどここれはやばい。レベル2やばい。これはいい選択っすね。これマジで削れるんだよな。さあ伏せて。癖があんのか。さあこれはうわいうわーバウンド中なんですごいね。隙がない。あーうわー死んだー。あー削りー。今のおそらくね、立ち強キックか中継サイクがおそらくそのコマンドが感染されちゃって。そうだったね。いや今の難しかったっすね。いろんなプレイヤーが上手くなった。梅さんがハイタニはやばいって聞いてたからこんなに。ハイタニ先生はやばいよ。そう、はい、なんかそれもすごいやっぱ楽しい。ハイタニ先生はやばいよちなみに。そうそうそう、うん、本当にいろんなキャラクターが活躍してるんです。さあ来ました。昨日のバロラントカスタム見たらわかるよ。資金選手と、エビハラ選手の試合やばいよ。ましょう出発進化していきたいという感じになると思います、ね。おお、まあ、もちろんですよね。ああいう大隅ですね。さあ後ろに投げていったのは錦金。高木の師匠だからな錦金さん。はやっぱねこのねじっとしりした。うわうまっ出たマイステップから台形これ重ねプラス7。うわーおーおいしい。ちょっとうわ痛い。でもむずいこれ昇竜拳しかない。だけどうわ死んだ。これはしっかりシミでさあわノーガー使わない。見えてる。えらい見えてるね。おいしい恥です。使いますけどね。ちゃんと見えてますね。さあかくってる。投げさあでも6割なぞめくりからいけるぞ。さあうわブランカっぽい。これ使いたくないですね。次に使いたいですね。次に
SS を大センターでうまい、うわー、何それガウさせても、さあこれね、さらに行きたいですけど、やっぱり硬いっすよね、ルークがね、スラカ、スラカ、うわ、やばい、残った、お、惜しい、お、これ俺だ、あ、ほらほらほら、これほら、これ、これ、あれ、そう、これ前のやつ、11じゃないか、そう、前のやつ、11じゃないか、これ、これ、ちょっと解説がはしゃいでら、いや、でもこれはエビハラ今若干優勢か、お、お、来たじゃん、どうする、来るよ、やばい、削り、削り、あ、確かに回復、さ、これはでも中パンチ一発終わるんで結構いいですよ、そうですね、これいい勝負、初めて、あ、怖い、ブランカが待つ、さ、どうする、残り10秒、実況がおもろい、決まると時間止まってしまうんで、ローリング当たるとなんか果敢あります、ガードすると、まあないですね、ないんだったら、ローリング削り、さ、時間、おー、ここでないですね、必死のオーディアローリング勝負ローリングからの勝負、国人何も知らないんじゃないのか、なかった、なかったっすからね、覚悟した、おー、止めれない、さあどうする、打てか、それでまた打つ、おー、まず、さあどうする、ジャスパ、どうすんだ、うわ、削りで終わる、うわー、見てるー、弱バッチか、うますぎる、うますぎる、うわぁ、痛いの食らった、来た来た、あ、これ、あ、これ運ぶぞ、運んでいく、大丈夫か、これ、おー、すごい、え、なにそれ、おお、なにそれ、これ、反対いった、反対いった、どうやって、さあ、これは、うわぁ、これ、あのね、このキャラクターは、さあ、おぉ、おぉ、コバコバ、しかも1位、えらい、暴発ですからね、逆にきつい、逆に錦さんの方がきつい、うわ、この状況で3ラウンドもいくと、これ削りで、どうする、ダイパン打たない、うわぁ死んだんじゃない、補正緩いよ、うわぁ通した、さあここでなんか高木っぽいな、錦金さん勝ち上がった、なんか今の目かっぴらいて喜んでるのめっちゃ高木に見えたわ、あれはちょっと意外だったね、すげえなマジで、京さん見るとね、やっぱすごいな、大丈夫、俺の顔京さんと被ってない、出発進行、ちょっとそういうのもやらないといけないから、だいぶ受けなくなりましたけどね、まあもう何回もやってますか、透明な存在になってきた、いやまずいな、当たるべきじゃないの、俺チュンリー使ってるけどマジで浅いんだよな、教えてほしい誰かに、これ大事だな、さあワイちゃんの方が体力あるんですけど前にはプレッシャーかけてます、ね、おお、使い切った、うわー、よくガードした、僕ら中継もガードした、ファリーこれ時間かければかけるほど、ね、おお、なるほど、さあ来た、これどうすんだ、スーツ使っていく、できる、いや、きつ、錦織、うわーと、でもかかるくない、あ、でも、じゃお、ほら出たわ、何それ、すごいわかんない、見ました今、何今エアローリングから斜めに行って下でめくり、なんか英語の小文字の Y みたいな、 Y みたいな動きしたの今、いや、 N みたいな、 N か、ごめん、 Y でいい、 Y でいいだろ、 N で、 Y でいいだろすごいなこれ、さあこれでシミが、うん、さあここでリードだったのは、あ、うわー、うわー、これ返すの、入れ替え、これ返すの、これあるんじゃない、はい、そうですね、これ1入れ替えで、レベル2だ、そんな入れ替えあるんですね、第インパクト、おお、すかしげたガードしてる、すかしげたガードしてる、パン、シミ出さない、これやばい、逃げられる、逃げられる、逃げられる、あーっと、これはね、今の角度は落とすのが難しい、ね、落とすのは難しい、転生でも絡むてしまうと、ダッシュで、何あのセンターって、何このセンターって、クソ強くね、うわー、うわー、そう、これヘルプマリン、うわー、危な、そこで、うおー、打ってく、打たせた形ですね、逆に打ちましたね、はい、よくインパクトで終わるわ、かくるわ、そうですね、これはおわいちゃん、うわぁ、もう一回ミスって、もう一回いきましたよ、多分無理で、おわいちゃん側はね、技を当てれないですね、あぁ、さすが、出なかったか、さあここでバチカからローリングで、お、これステップなんだ、さあ前中継、おぉ、うわぁ、うわぁ、おせぎり、さあ逃げにたまるぞ、さあたまるぞ、つらい、おわいちゃんつらすぎ、いや、逃げに来る、あぁ、うわぁ、削られる、これは普通のやつだ、普通のやつ、普通のやつ相当うわ終わったー、いやもう今のはねガードし続けても削られちゃうんで、そうだよね、つえー錦金さん、錦金おめでとうございます、おめでとうございます、あ準備 OK、 はい、はい、じゃあグランドファイナル行ってみたいと思います、お願いします、マジでおもろい、出発進行、さあ決勝、村長が勝ったら優勝、錦金さんが勝ったらリセット、ね、楽しみだな、行ってみましょう、よろしくお願いします、いやでもまあガイル側そうよね、ゆっくりゆっくりだよな、あれ、ね、やっぱブランカ側は触るのがむずいよな、これ、ガイルのシャンミキョパンチ最高もね結構難しいんですけどね、これ中 P 踏んのも怖いぞ、だいぶなっちゃうんですね、早いとこ絡むっちゃうしね、そう
怖すぎ。おいしい。これ死んだんじゃない？はい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 。行かないか。うわ。あーこれは。どうする？うわー見てるジャンプ。ギリギリ残りましたね。えらうまい。コンボもうめえや。村長マジ。うわ当たってる。うわ。うわゴリゴリ来る。流れが。うわ。やっとガードされたけど。初めてガードされましたね。あらららら。あげんじゃねえぞっていうね。うわ流れがやばい流れが。はい中継。はい詐欺飛び。お。うまい。はいはいはい。いい投げだ。前投げ。ここから。おおなるほど。パニカン投げ。おおなるこれでかいですね。うわ。崩されない。怖すぎ。うまい。さしかし、はい端まで行きましょう。はいはい。はい。ガードサイドですね。横に。インパクト。いや怖すぎなでも。わ怖いなこれ。かくってる。おお。あ今ねアマゾンで今やってましたね。さあ美味しすぎ。打ってくるうわーラッシュ何それソニック見て前ジャンプもうバレてますねさあここでおレベル2これはどうするこれは削るあそっかガードしてるうわあでもサライパンなんだ今うわでも死んださすがに死んだうわうおーバッチリ機能してすげえ11だわかんないっすマジでネタがやばいなね流れ変わってる SA2 もねうわスラがスラが分かんないうわこれ詐欺飛び安全飛びからうわ通したマジかやり返すかあそこでホワイトファングですかよくもさっきやってくれたな中段来たなうわうわ持続死んだあ知らない全然ワンチャンあるうわ終わったいやあるあ見えるうわマジかうわマーチの SS 発動くるぞこれマーチの樋口もう抜けられてもいいんじゃないですねさあゲージあるぞマーチの樋口飛び越えたうわやばいなんかなんか人形飛び出したさあ SS 行くしかねえおーこっからうわむずいうわなんだそれさあどうする振り返ったぞうわこれはガードしてるあこれこれこれ出たハイトリ先生が好きなやつあれあのサマー当たんないから意識つけんないよさあうおーやっぱこれなんですよこれか最後はこれこれは確かに目玉やってない横のやつが強いですやっぱりこれは誰もやってないすごあここ取り返せるかにしけん何あのあれ見えなすぎうわっおいしいマジからうわ流れいいこれは膝で打ち上げて人形何投げこれレベル2に溜まりますどうするこれ起動しようでもこれまだいる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 攻めけんまず攻め継続できるのあれうわぁ足だから電撃で一発伸ばしていくすごいねあと一本おぉ取りましたねあこれ上からさっきのやつあユーリうわぁ死んだわいや残るちょっと残るかいや残らないわ足だから行ったリセットうまいガンガン行くんですかうわぁ溜めているさこれはうわ回してるよねやばいやばい何それおおこれはうわもうリバランスじゃないですよ。リバランスじゃないですよ。回復さん。ああ。惜しい。さあ、ここででも三ゲージ使わせることには成功した。成功した。さあ、リーチ。惜しい。めっちゃ裏っぽかったけど。無理やり発動していく。うわ、痛え。美味しい。来た。スライディングから。どうする。うわ、痛え。これは。来た。
うわぁ追撃なしジャンプじゃない、ジャンプ何しても食らうんですよ、これマジで強いですよ。さあこっからうわぁふっとぉ、どうだどうだ、どこか削る、終わんない、これ削りで、うわどうする、うわぁ最後は樋口の反応を信頼してのサプライズフォアルからのめっちゃいい試合、これはめちゃめちゃいい試合、三冠だ樋口さん、三冠だ、あーおもろかったね、おちぱーてぃ、ありがとう、東京メトロさんありがとうございました、楽しかったです。